いつもどうもお疲れ様です。定例の会見を始めたいと思います。でいつも通り先ほど野国の野党国会対策委員長会談の報告がありましたけど、改めて一言だけ言ってきますと、オリンピック・パラリンピック総点検野党合同チームというのを作るということですよね。それで私は先ほども途中で促されて発言しましたように、何と言ってもオリンピックは中止すべきだというのが私たちの一貫した立場です。でその点は特に国民の命を危険にさらしてまでオリンピックを開く理由は何かという立場一貫しています。つまりオリンピックよりも命を大切にという立場で最後まで私どもとしては力を尽くし、オリンピックを中止させるというために努力したいと思っています。同時にその中で強硬的に進めている状況の下でですね、さまざまな懸念があると、そういう問題については国民の意見をしっかり踏まえてそれらについて対応するというのは野党として当然かと思っています。同時にオリンピックに関わる感染症対策、それらの問題だけじゃなくて、本来現時点におけるコロナ対策の問題、まあ、例えば今日もありましたように質問ありましたように職域の問題や、まあ、さらには新しい感染の拡大、そして補償と生活支援、こういった点の極めて不十分な実態が出ています。それらをきちんと前に進めさせるために、そういう意味で言うと原口立憲国対委員長代行を中心にそういうチームをきちんと作っていくと、両方の構えで戦っていくということは極めて大事だと考えています。それで先ほどあったように水際の対策、ホストタウン、それから選手村、医療、まあ、こういった4つ最低限、まあ、今過小ではありますが、そういう4つの内容をチームとして作りながら、その内容を点検して野党としてですね、現に起こっている諸問題、国民の疑念、それについてしっかり答えていくということをしたいと。同時に7、8、それら含めた閉中審査も行われますし、また先ほどありましたように経産省の新たな不祥事、こういったことについても徹底して追及するということを改めて確認したと、大事な会議だったと思います。私の方から以上です。フランス店の及川と申します。オリンピックのことで伺います。まあ、連日公明党さんが共産党の批判をしているんですが、今朝の公明新聞では五輪中止について批判しています。どういうことかというと、立憲共産を全員勝ったとしても足しても過半数にいかないと、さらに新しい都議の任期は開会式当日からだと、まあ、そういうこと、それなのに五輪中止を都議選の公約に掲げるのはこういうふうに言います。都民をバカにしていると、まあ、そういう批判についてどうお答えになりますか。うん、まあ自分たちの五輪に対する態度についてまず示したらどうだと、党首の第一声でことを語れなかったそういう党だということでしょう。それとね、そこにあるのはやはり私2つあると思うんですけどね、国民の世論に対するやはり信頼がないと。政治の中心はですね、そういう国民の世論に基づいてそれの声に従ってやっていくということですよね。でこれはすでに各社のメディアの新聞が、新聞その他で世論調査を行っていますように、中止やそれから延期という世論が多数です。この世論の多数の声をどう政治に反映させるかっていう政党としての見識がないということだと思いますね。そしてさまざまな意見についてしゃべるのは、まあ、党内でしゃべるのは勝手でしょうけれども、いわばこの党の体質がですね、
まあ、本当に自民党によく似てきたなという感じ、私はしますね。つまり一回言えばそれっきりで、あとはね、どう言われようと構わないという、その時さえ過ごせばいいというね、こう態度いうのところに、この党の体質が、まあ、ある意味二つの意味で現れてるんじゃないかなという思いました。ありがとうございます。NHK の金沢です。すみません、水際対策の話に戻るんですけれども、まあ、ウガンダ の選手団から感染者が出たりとか、さまざま政府 の対応について、徳田さんはどのような問題意識を持っているのか、お願いします。私ね、その水際対策もそうですし、職域もそうです。ね、このほんまにこれね、まともにね、感染者対策を考えているのかと。で、その科学的見地といいますか、そういうものに対する漏れがないかということについて、ほんまに話してんだろうかというふうに思わざるを得ませんね。だってウガンダの場合でもそうですけど、検疫における対策がですね、私たちが野党として合同ヒアリングを行った際にも、お互いに責任をなすりつけ合うような場面が見えました。まあ、そういう意味でも無責任という事態が平気でここの中にあるということと、先ほど述べましたように職域の問題でもそうですよね。結局ね、その国民の命と安全に関わる問題をこれほどね、こう平気であっちゃこっちゃできるという、そのね、命に対する重みをどう考えているんだという点で、僕は愕然としますね。私はだって職域の問題をね、中止するということになるんでしょ。でどういう供給体制にあったのかと、それからその間に行われたさまざまな苦労に対してどういう思いでやっていたのかということに対するね、考えがないと。つまりそこには少なくともその命の安全、命に関わるこの一番今しなくちゃならないワクチンの問題でさえ、それから検疫体制、水際対策でさえね、統治機能としての機能が果たされていないということに対する反省はないのかというふうに考えます。毎日新聞からちょっと話題変わるんですけども、元衆院議長 の伊吹さんが引退の表明をおとといされたんですけども、まあ、同じ選挙区で長年、まあ、競い合ってきた家庭でもありますけど、ちょっとこの時の引退に関して思うことがあれば教えてください。はい、そう思うことありますね。地元の新聞にからも質問が出ましてね、お答えはしたんですけど、私は一つは赤霊の感といいますかね、そういうのを否めないと思います。で同時に、長い間お疲れさんでしたと言いたいし、まあ、はっきり言うとね、もう一度死を消したかったなというふうに思っています。まあ、大先輩に対して失礼ですけども、1993年の最後の中選挙区制の選挙で私初めて相まみえました。その後96年からは小選挙区制で、8回ですか、戦いましたけども、まあ、残念ながら8回とも敗れました。でその都度今度こそと思って切磋琢磨して鍛えられたということだと思っています。で個人的に言いますとね、その伊吹さんはなかなか見識のある方で、議長としてお務めになりましたけども、上司した本で伊吹亭四季の食卓というのを2冊とも改訂版もいただきました。私読んでですね、感想のハガキに書いて送ったんですけど、後に、そういうの本を上司してお渡しした方々から、感想の文をいただいたのは2人だったと言ってました。
私と石田忠義さんでしたけどねだからそういう間柄でもありましたし、それでもう一つ大きかったなと思ったのは、私が国会対策委員長を20年勤めた時に、まあ、もっと3年ほど前ですけども、あの議会制民主主義を主に発展させ、国田君の国会対策委員長20年を祝う会の祝う集いの呼びかけ人となっていただいて、ご挨拶もいただきました。まあ、そういう意味では党派を超えて議会制民主主義を守ると、またその立場に立って行政に対するチェック機能を果たすという意味での役割について、やはりお互いに通ずるところがあったんだと私は今にしてですね思うんですね。ですから、まあ、先ほど述べたようにもう一度支持を消したかったし、同時に本当に長い間お疲れ様でしたと言いたいし、まあ、最後私としては改めて宣言をし、別の方と争うことになっても今度は勝ってみせるということで頑張りたいなということを言葉を送りたいと思います。その、まあ、時の政権に対しても結構苦言を呈するようなことも発言したりして、そういった方が自民党の中にいなくなるということに対しては、言葉としてどう感じますか？そうですよね、まあ、苦言もあったけども時々あの違う話もありましたんで全てね、すべからくいいというわけにはいかないし、労働大臣の時もいろいろな発言ありましたし、働き方改革の問題やその他についても政府の考え方を実行するという側面もありましたし、一概には言えませんけども、ただ一言公示といいますかね、そういうことでの発言に重みがあったことは事実かと思います。で、特に森かけ疑惑の時なんかそうでしたよね。そういうものを隠すということ自体は政治のありようとしておかしいと言ったことは、まあ、忘れることはできませんね。ですから、すべてね、政府に対して一定の、なんていうんですかね、こう、ブレーキ役を果たしたというだけではないとは思いますけど、それなりの、まあ、見識と中身はあったかなという考えますけどね。京都新聞国沙羅です。ちょっと思い出話の後に大変恐縮なんですけども、まあたちまちのその選挙でですね、まあ新しい候補と戦うことになるということですが、その昨日立憲民主党のですね、福山幹事長がその会見で、まあ、京都1区に関してですね、まあ、京都今共産党呼びかけられてますけども、京都では、まあ、非常に難しいんじゃないかというようなことをですね、まあ、おっしゃったんですけども、国田さんとしては、まあ、そういうことを聞いたとしても、従来のですね、やっぱ京都を求めていくということに関しての姿勢に関しては揺るぎないということでいいでしょうか？今お話しあった点はね、まあ、いろんなことそれはあるでしょう。でもね、私どもとしては京都府委員会がお話ししているように、京都一区の私を市民と野党の共闘にと、候補者にということを一貫して主張してますし、そういう話し合いを続けようじゃないかということを言ってますのでね、それが実ることを私としては期待し、そのための努力を私自身としてもしたいと、そういうふうに考えます。共同通信やります。ちょっと話題変わるんですけど、ね、横浜市長選について昨日立憲の推薦で出る山中さんが正式に、まあ、立候補を明示されましたけど、共産党としてはどのように対応されていくんでしょうか？その立憲、失礼、今の枝さんをはじめとして一緒に会見されたことは知っておりますし、そういう方向が出たということは存じております。で、共産党としてはよく関係者と相談をして決めていきたいというふうに考えています。まあ、それにつきますよね。現時点で何か決まっているものは何ですか？はい、確認なんですけど、
伊吹さん引退を受けて、なんか伊吹さんからご連絡とかしとったんですか？引退表明を受けて、伊吹先生になんか連絡を取って、その、まあ、いや、もうすぐまだ、実は、私、2年前でしたかね、衆議院議員25年となって、まあ、肖像画をね、かけれるということを栄誉によくしてるわけですけど、初めはまあ作るつもりもなかったんですけど、伊吹さんから、そう作ったほうがいいんじゃないかと言われましてね、で示唆をいろいろ受けて、こういうのを作ったらどうかっていうご教授も受けて、まあ、それなら作ろうかということで、今、西陣織で、肖像画をできました。でそれの披露をやろうということで、伊吹さんが呼びかけにまたなってくれましたんで、まあ、そういうことで、まあ、また心が通えるんじゃないかと、そこで、この7月の10日に、やりますんで、それでいいかなと思ってますが。よろしくお願いしますか。おぎに。